まあ、やっぱりまっすぐはしっかり腕振ってますからね、バッターボックスは3番の後藤です。今日はライト前ヒットとピッチャーゴロ併殺だ。センターへ打球伸びていく、栗山の頭上どうだ、追いついた、いいプレーです。よく打ったんですがセンター栗山好プレー。この辺りは動きに全く無駄がありませんでした。センター栗山、今のプレーなんかでもいっぱいいっぱいだとは思うんですが、見ていてまだ余裕があります。結構ね、はい、まだもうちょっといけるかなという感じしますよね。この正面のライナー、一番難しい打球なんですがよく取っています。